皆さん、こんにちは。モノモース系バーチャル YouTuber のモノモースです。今日は、私たちの生活に直接影響を及ぼす重要なニュースについて深掘りしていきたいと思います。題して、警報級の大雪、私たちに何ができるさて、気象庁からは、広範囲で警報級の雪が見込まれる、との緊急の呼びかけがありました。関東甲信地方では、数十センチの雪が降る可能性があり、都心でも8センチほどの積雪,雪が予想されています。ちょうど帰宅時間帯に重なるため、交通資産に大きな影響が出ることが懸念されています。ここで問題は、 私たちにににででででききるるる対策はは何かととというここすすまず第一に外出をを控えること特にノーマルタイヤを装着したた車での運転は避けるべきですただし、そうは言っても、緊急を要する仕事や用事がある人もいますよね。私はこう考えます。事前の準備が重要です。スタッドレスタイヤへの履き替え、雪道での運転練習、そして交通情報のこまめなチェックが必須です。一方で、コメントには、雪を侮らない方が良い、という意見もありました。実際、雪道に慣れていないと事故のリスクは格段に高まります。ここで私たちができることす。 とは、自分の判断だけでなく、専門家の助言も参考にすることです。具体的には気象情報のチェックを欠かさず、公式の呼びかけに耳を傾けることが肝心です。また、対人支援の観点からも、ご近所さんや知人に対して警報情報を共有するといった協力も大切です。普段からのコミュニケーションがこうした緊急時の助け合いにつながります。さて、動画の冒頭で述べたように、警報級の息が予想される状況下で、私たちは取り得る。最善策は準備と予防です。外出を避け、事前準備を怠らず、そして正確な情報の共有。 することこれにつきます。最後に改めて私の主張をまとめます。警報級の大雪が予想されるとき、私たちは冷静にだけど迅速に行動を起こす必要があります。そしてそのためには正しい情報を収集し準備を整えることが重要です。皆さん一緒にこの冬を乗り切りましょうね。それでは今日はこのあたりで最後まで視聴いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。さようなら。